草人です。今日も世界のコースやっていくぜ。草人チャンネル Trouble in the Desert、 こちらのコースやってこくるやつ 2.19 いきましょう。はい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 、キョロちゃんチョロちゃんチョロちゃん、あいよーゲイトントン来てるよ、来てる。昔さ、サイボーグクロちゃんっていうさ、アニメのほな主題歌に、あーそっちはわからん。サイボーグクロちゃんの主題歌に今の感じてんな。サイボーグクロちゃん、あいよーってやつ、正義のパンチ、へいよー、もう一度キークってやつ、みんな知ってっかな。はい、と来た。で、ここ Z、と、はい、はい、あー、ミスったー。オッケー、来たぜ、来たぜ、来たぜ。はい、はい、こっち、はい、こっち、はい、で、こうだ、オッケー、来た来た来た、中間ゲージ、中間あるのありがてえね。中間、あー、今度は、カキボーン、カキボーン、あれ、ここは、ここは何、ここ誰、これさ、上のハテナブロック押すんだ、ここ。オッケー。で、あぶね、あぶね、気づかなんだよ。オッケー。オッケー。はい。で、ここ。はい。はい。まだ中間のありがて、優しい。だいぶ優しめ。おい、はい。はい、はい。あ、ここでいいのかな？え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？こういうことか。こういうことで、オッケーオッケー。あそこに投げろってことか。オッケー。あぶね。アオン、はい、して、こいして、アオン、アオンだよ、これは。あっけ、アオン2連発出ましたね。ここ、ポン、で、こっち。よし、これでゴールか、ゴール、イエース、やったぜ。アオンが2連発出たおかげでゴールができましたね。全然関係ない。アオン全然関係なかった。草人チャンネル、クリボータワー、クリボータワーの上にある鍵を取って、さらにクリボータワーを全部倒していです。パワーアップアイテムの補給はないので注意していです。クリア率が 5.85、 いきましょう。とりあえずクリ、あ、40体いんのね。フラワーゲットできたら余裕じゃねえか、これは。あ、鍵あった。ああ、なるほど。暗いながらあいつを倒せばいいってこと、こういうこと、こういうことか。こういうことやな。ああ、おっしゃ、ああ、いや、でも、いけるでしょ、これ。今、惜しかったよな。最後の、着地だけミスんなければ。オッケー、オッケー、オッケー。はい、来た、オッケー。あー、難しい、案外難しい。はい、オッケー、取れた。ちょ、お前さ、ちょっと、クリボーの動きがうぜ。ちょっと、お前さ、頼むぜ。もうちょい、もう、ふざけんなや。オッケー。はい。なんか、いい方法ね。いい方法ない？こいつらが、オッケー、微調整の鬼、微調整の鬼や、微調整の鬼、微調整の鬼、よし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 、今のは微調整の鬼、これはかなりの微調整の鬼だったぞ。よっしゃ、いやー、微調整の鬼がここで出ましたね。草人チャンネル、ネタクリボーさんたち密などで処刑します。なんかネタコースにしたらクリアス 1.81 難しいね。行ってみよう。え、はい、どういうこと、どういうこと、ああ、そういう感じですか。てかこれさ、徐々に殺していくしかない感じ、こうやって順番に順番に。ごめんよクリさんたち、お前たちいっぱい殺しちゃうよ、すまんね。気持ちいいね。でもクリちゃんいっぱい、なんか気持ちいい。クリちゃんたち大量に殺すの気持ちいいな。ごめんよ、快楽覚えさせてくれてありがとう、クリちゃん。クリちゃん殺す快楽覚えさせてくれてありがとう。快楽のために死んでくれてありがとう。あ、ね、バカだれ。ごめんよ、クリちゃん。私たち人間はね、こうやってね、生き物を殺すことに、命をもてあそぶことにね、快楽を覚える、そういう生き物なの。だから魚釣りとか好きなの。ごめんね。気持ちいいのよ。こうやって他の生き物の命をもてあそんで、ワンナップワンナップでこの音が気持ちいいの。ごめんね、そういう生き物なのよ。あ、もうクリアじゃね。はい、いけ、最後、最後頑張ろう。最後死んだりすんのはもったいねえから。いけ。お前らの逆襲はないのよ。ずっと俺ら人間のターンなのよ。草人チャンネル、小学2年生が本気で作った超間違い探し、音遊びあり、かわいいね。音遊びあり、入れるあたりかわいいね。よし、クリアーズ22パー行ってみよう。
まあ言うてね、小学2年生だもんね。俺30歳、小学2年生、どっちが勝つかは、明白ですよね。まあね、頑張りは認めよう。頑張りは認めよう。でもね、こんな30歳がやるとね、こんな簡単なんですよ。さすがに楽勝なんですよ。こちらは、だいたい矢印。やるじゃねえか、小学2年生だから矢印の向きとか、そのくらいの簡単なレベルかと思ったら案外難しく作るじゃねえか。どこだ？どこかな？え？え？泣くね？え？え？どこ？若干色違うかこれ。違う、いや、あの裏に隠れてんの。黄色、黄色、オレンジ。いやー、わかん、ここかな？だらー、言っただらー、だから言ってね、だから言ってね、これが30歳よ。これが30歳、これはすぐ分かった。鍵の後ろに点線がないけど、ここです。これが30歳よ。30歳すごすぎるって。これ次ラストか。すごい、経験の差がすごい。何？なん？あー、分かっちゃいました、ごめんなさいね。この黄色の点線、一番上の黄色の点線が2個2個3個なのよ。あい、いや、すげーな、これが人生を歩んできたものの差か。素晴らしい。え、これで終わりだよね。この、ここ何の意味があったんだ、この点線は。何、上、どういうこと、上ってどういうこと。これでいいんだよな。はいはいはい。はい。素晴らしい。みんな拍手。草人タンネル。10秒マリオ迫り来る恐怖。クリア14点何人いきましょう。おお、これは迫り来る恐怖。どうすりゃいい、どうすりゃいいのこれ。これさ、ああ、こうだ。これしゃがんでいきゃ倒せるのか。オッケーオッケー。しゃがみジャンプくる、しゃがみジャンプくる、しゃがみジャンプくるでいこう。そうだ、その作戦や。はいはいはい、わあはははし、簡単だったぜ。いや、案外いけたね。草人タンネル一発マリオ駅伝大会グラス 1.09 いきましょう。おお、いいんじゃないの、いいんじゃないの。こういうコース望んでたよ多分最初。こいつ、あ、多分最初あいつでいいんだよな。こういうことよね、こういうことよな。あ、ここどうすんだ。あ、でいけた。あ、いけるいける、これいけるわ、絶対いける。しょっぱな、ジャンプヒップで、こう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 。で、ここを、パン、オッケー。パン、オッケー。あ、あー、惜しい。ここどうすりゃいいんだろう。ここ。そこどうすりゃいいの？これさ、上から攻めんじゃね？こういうことやな。違うかな？あー、無理か。それは無理なのか。ポン、ポン、ポン、ポン。マジでわかんねえ。はい。押したら、こういうことか。こうだ。よっしゃ、できた。これか、やり方。ちょっと考えたね、これは。